体育会系で歴歴史史好ききな星名による歩きまくり歴史旅さあ、前回は岡山県備前市にあった静谷学校の話をしていきました。今回は備前市ゆかりの偉人熊沢万山を取り上げていきます。この人は岡山藩主池田三政に仕えた陽明学者です。熊沢はいい政治をやる優秀な人なんですけど、陽明学っていうのが幕府が推奨する趣旨学とちょっと対立してるんですね。それで熊沢は幕府に嫌われて大変な感じになっちゃうんです。ということで今回は、ここ旧静谷学校 から熊沢万山宅跡まで 8.4km 歩きながらその生涯をお話ししていきたいと思います。 熊沢万山は1619年に京都の浪人の家に生まれます。そして8歳の時に母方のおじいちゃんである熊沢さんの養子になります。まあ、この時は江戸時代の初めの武断政治の時でいろんな家が取り潰しになってその度に失業者が出たわけですよ。それでお父さんも仕事がなくなって生活に困ったからおじいちゃんが引き取ったんでしょうね。そして16歳の時に縁あって岡山藩主池田三政に仕えることになります。1637年に島原の乱が起こると熊沢は自分も戦い いいいたと志願ししままますすが三つ正に引き止められてしまいますこれに怒った熊沢は1639年に岡山藩を飛び出しておじいちゃんの家に帰ってしまいます三つ正は熊沢の頭の良さを見抜いていたんでいろんな経験をするべきだってことで熊沢をあえてそのままにしておきます熊沢が成長するのをじっと見守ったんです 熊沢が帰ったおじいちゃんの家は滋賀にあります。朱子学の勉強をしていきますが、独学ではやっぱり限界があります。誰かの教えを受けたいと思っていたところ、中江当樹という人の存在を知ります。ということで、琵琶湖を挟んで反対側にある中江の塾に入ることにします。中江は陽明学というものを教えていました。陽明学も朱子学も儒学から派生したもので、陽明学は学んだものを実践することを重視するっていう教えで、朱子学とは全然違うものです。熊沢はこの陽明学にすっかりハマって ちゃうんですね、それで8ヶ月間塾で学ぶとそれを実践したくなってきますということで1645年に家出した岡山藩に戻れるようにお願いします藩主の三政は熊沢をずっと待ってたんで快く受け入れます 熊沢は岡山で陽明学を広めていきます。陽明学を学ぶ人がだんだん増えてきます。しかし、幕府は朱子学の方を奨励しています。その幕府の方針を無視して陽明学を広めているわけです。なので当然、熊沢をよく思わない人たちが出てきて、三つ政に訴えます。しかし、三つ政自身も陽明学が好きで、幕府の朱子学奨励を願無視していました。なので、訴えを却下して、熊沢を側近として徴用します。名君でおなじみの三つ政が徴用してるってことで、 と陽明学の説得力がますます上がって陽明学を学びたいっていう人がどんどん増えていきます熊沢は陽明学を教えながら庶民のための政治を実践していきます しかし、熊沢のこの考えは、幕府のやり方と食い違う部分が出てきます。例えば、参勤交代は、各藩にお金を使わせて、幕府に歯向かう力を持たせないためのものです。これって各藩にとってはめちゃくちゃきついですよね。藩の財政は苦しくなって、その結果増税で庶民の生活も苦しくなります。庶民を苦しめる参勤交代を熊沢は批判します。また、幕府は武士と農民を分業にする平農分離をやっています。でも、もう江戸時代になって戦争もないんだから、武士も暇なところ に農業ができるはずですそうすれば武士への給料を少なくできますそれをしない幕府を熊沢は批判します熊沢は陽明学者として有名になっています熊沢は幕府の奨励を無視して陽明学を取り入れていますそして熊沢は幕府の政策を批判していますこれは幕府としては黙ってられないですよねということで幕府顧問の林羅さんがあいつの思想は危ないと批判しますさらに熊沢は庶民の幸せを第一に考えた結果武士には厳しい ししくなっっちゃってました。だから岡山藩の中でも熊沢はそれに耐えられなくなっちゃって、1657年、39歳の時に岡山城を離れて隠居することにします。ただ隠居とは言っても何かを諦めたわけではありません。熊沢は引き続き、陽明学を広め、幕府の批判をします。でも岡山藩としては、あんまり幕府に怒られたくないんで、朱子学の方にすり寄ったりもしていました。なので、熊沢に批判的な声が大きくなってきます。 は岡山に居づらくなって京都に行くことにします。 そして、京都で私塾を開くと、いろんな人がやってきて、めちゃくちゃ人気になります。まあ、熊沢の理念って、庶民の暮らしを良くしたい、平和にしたいっていう感じですから、みんな共感するわけですね。ただ、熊沢の陽明学が盛り上がりすぎちゃって、また幕府に目をつけられて、京都からも追放となってしまいます。それでも熊沢は全然諦めません。各地を転々としながら活動を続けていきます。1687年には、大学枠門という本を出して、幕府の政治をめちゃくちゃ批判する。 します幕府はもちろんブチギレて熊沢は茨城の方で謹慎となりますただ行動の制限はあんまりなかったみたいで政治のアドバイスをすることもあったみたいですだから実は幕府も熊沢の能力は認めてたのかもしれませんねそして1691年熊沢は73歳で亡くなります さあ熊沢万山宅跡ですね熊沢が39歳の時に岡山藩を離れて隠居した場所になります三政に仕えてるっていう立場がなくなったんでもう失うものは何もないってことでここでの熊沢の幕府批判はもう遠慮がなかったみたいですねそりゃまあ岡山藩からも批判の声が出ますよねそれで4年間ここに住んで追放になって京都に行ったわけですね 今回はここまでです、えー、今日はこれから徳島県に移動して次回から徳島で歴史旅をやっていきます次回はですね初代天皇神武天皇を取り上げていきますもう2700年ぐらい前の人ですよ文字がない時代の人で1000年ぐらいの言い伝えが情報源なんでもう大ヒレハヒレでめちゃくちゃ嘘くさいんですよ まあでもね、嘘で片付けちゃったらつまんないんで、もう全部信じた上でお話ししたいと思います。ということで次回、神武天皇の生涯をお話ししていきますので、ぜひ次回もご覧ください。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。